新しいゼクショのアイアン、はい、これです。来ましたね。どうですか。いやもうフォルムがかっこいいですよね。ねはい、ね、厚みもあって本当優しそうですよね。そうですね、やっぱ優しさも感じられますし、あとやっぱアイアンのこの当たった感じも僕すごく好きで。あ、前のね12のやつは、はい、はい、うん、今回13はどうなのか、はいはい、気になりますね。そうですね、距離はね150ヤードぐらいなんで、はい、7番アイアンで少し軽めに打ってみます。はい、はい、めちゃめちゃ高く上がって、上がりました ね、 ね。よし、じゃあスチールも行ってみますよ。お願いします。同じヘッドでシャフトがねカーボンからスチールになってどう変わるかですよね。はい、おお、うん、高く上がってますね。これも高く上がりますね。はい、基本的にはやっぱヘッドの特性はもう上がる、はい、うん、で、カーボンはそこに捕まる、捕まるドロー系ですね。なるほど、はい、でスチールはそれだとちょっと捕まりすぎちゃうなっていう人がストレート系に打ちたいっていうためにチョイスしていただくと良いと思いますね。あー、そうですよね、はいはい、今度は僕も13のスチールシャフトを打ってみたいと思います。はい、お願いします。で距離は150ヤードぐらいですよね。そうですね、はい、なので僕も抑えて打っていきたいと思います。はい、うん、まっすぐ来ましたね。おお、うん、で今のもちょっと深く入った感じがあったんですけど、うん、やっぱ抜けが良くて、うんうん、はい、で何よりもやっぱりその当たった時の初速、このアイアンで感じられるって、そうですね、すごいことですよね、うん、じゃあ次はカーボン。カーボン、はい、いいですか。お願いします、はい、ありがとうございます。すごい高い、上がりますね。2番手ぐらい高くなりますかね、実際。そうです ね、 あの普通のすごい高く上がりました。今高さ上がりますけど、でもやっぱりこの当たった感触、感触、今クシャってこう今芯に当たったんで、うん、潰れたようなこのフェースの作り最高ですよ、うん、ねえ、もう球持ちがいいっていうか、もうグーッと持っていきますよね、はい、そうですね、なんかだから自分が頑張らなくてもクラブのこのヘッドが持っていってくれる、あ、そうですね、感じがありますよね、うん、サーティンアイアン、はい、打ちましたけど、やっぱり前作の12よりも、はい、ちょっとサーティンの方が、打感すごく柔らかく感じましたよね。はい、はい、あと最近ですね、あのアイアンって結構こう飛距離系のね、すごい飛ぶ飛ぶっていうアイアンすごく多いんですけども、はい、これもちろん飛びます。それらとその負けず劣らず全然めちゃめちゃ飛びます、はい、ただそこに上がる、そして飛ぶってことはグリーン落ちてから止まらないアイアン結構多いんですよ。ありますよね。ありますあります。でも思いました、前作より上がりますよね。そうなんです、ボールが。そうなんです、それで止まるんですよ。なるほど、だから飛ぶだけじゃないんですよ、はい、飛んで先で止まってくれるんで、スコアがちゃんと良くなる飛距離系アイアンだと思います。ゼクショ13アイアンはチタンフェース搭載の4ピース低重心設計、薄肉高強度のチタンフェースとヒールサイドの中空キャビティ構造を中心に各所から余剰重量を創出、ソール下部のタングステンウェイトに配分し重心を下げることで高弾道を実現します。さらにゼクショ13アイアンではアイアン版リバウンドフレームを搭載、ボディ下部に配置した L 字グルーブに加え、ボディ外周部にも新たに設けた溝がフェースのたわみを生み出し反発性能が向上しています。さあ次はですね、はい、X 打ちますよ。お願いします。はい、お、構えた時のね顔が前作よりも、はい、ここがねヒール側が少し低くなって、はい、こうボックス型っていうよりもスッとこうティアドロップ型っていうんですか、お、はい、操作性がすごくいい顔になってますね。おお、いいですね、うん、
どうですか、関さん。打感がめちゃめちゃ気持ちいい。気持ちいい。うん、もう本当に、はい、球が速い。操作性っていうよりは、その、捕まりやすさ。はい。捕まるんですけど、捕まりすぎないんですよ。捕まりすぎない。そう。だから、右には行かないんですけども、振っても左に行かないんですよ。なので、しっかり振っていけるゼクシオ。これが X だと思います。このシャフト、ダイナミックゴールド95、この組み合わせも抜群にいいですね。いいですね。はい。じゃあ、今度は逆にカーボンシャフトで。はい。はい。これもいいですね。あ、いいですね。球の高さはやっぱり相変わらずもうすごい高く上がりますね。感触もですね、カーボンになるとこうなんかこう手応え感なくなるものが多いんですけど、はい、しっかりやっぱ手応え感があって、はい、球持ちも長いまんまで、もうヘッドの、良さはですね、もう全然消えてないですね。ただ、スチールよりもやっぱり捕まりますね。じゃあもう捕まりきらない人はもうそのカーボン入れていただいて、そうですね、組み合わせてもらえれば良いと思います。仕上がるってわけですね。そういうことですね。では僕も早速 X をスチールの方から打っていきます。はい、お願いします。お願いします。でもあれですね、やっぱ構えた感じ13よりもこうちょっとシャープな、そうですね、感じはしますね。うんうんうん、うん、いやー上がるなー。ねえ、高いでね、球が。あ、でも全然、ちゃんと高いけど前に行ってますね、うん、ちゃんとね。行ってますね。うん。ソール形状ですかね。うんうんうん。こう V ソールですね。あ、ここがね、こう。はい、山のようになっているんで。はい。で、やっぱその抜けの良さがやっぱり今感じられたので。あ、いいですね。そしたら次は宮崎カーボン。はい。ね、うん、いやー弾いてる、しっかり風にも負けないですね。カーボンの方がちょっと捕まるでしょ。そうですね、捕まり感じました。やっぱこうしなりも感じますし、うん、はい、でもやっぱ程よく捕まってくれるんで。そうですよね、捕まりすぎないっていうのもやっぱりいいですよね、はい、X、はい、打ちましたけどね、やっぱり13と違うのはしっかり打感、ボールを感じることだと思います。はい。うん、もう勝手にこうバンッね、もうクラブが全部やってくれる13と、はい、あともうボールをね打ってこう操って楽しみたい X っていう感じに僕はそういうふうに思いましたね。そうですね。うん、ゼクシオ X アイアンは薄肉鍛造フェースに大型高比重タングステンウェイトを搭載した3ピース構造。フェース高さがあり安定感。安心感がありながらもソール部のタングステンウェイトによりさらなる低重心化を達成し高弾道を実現します。またゼクシオ X アイアンではメインフレームを搭載、フェース周辺部に配置した溝スピードグルーブと最適なフェース肉厚設計により反発性能が向上、さらにネック周りを落とし頭側の頂点と直線的なコントラストをつけることですっきりと構えやすい形状を実現しています。フォーオールゴルファーズ、飛びと高さで攻める高弾道アイアン、ゼクシオ13アイアン、ゼクシオ X アイアン。